ーズミュージックシアター戦慄クロスロード徳能翔吾役のお電話です。今回、初主演でございます。まあ、ミュージシャンやってますんでね、あまりこうミュージカルとかいう舞台でいっぱい喋ったりいっぱい歌ったりすることはないんですけど、今回初めてですね、まあ、ボス片山さんの、そしてその戦慄クロスロードに携わるスタッフの皆さんの、まあ、熱い気持ちがですね、本当に嬉しくてお受けすることになりました。まあ、相手役といいますか、同じ役が仲のいいタッキーということで、まあ、本当に今年1年はタッキーをですね、すごく意識した年にしたいなと思いながら稽古に来たんですけども、本当にキャストの皆さんがですね、もうめちゃくちゃ真面目でというか真剣に取り組んでいるというか、本当に毎日刺激をもらっております。必ずいい舞台になると思いますので、ぜひ遊びに来てください。徳能翔吾役のお電話でした。ありがとうございました。皆さんこんにちは。スワーズミュージックシアター戦慄クロスロード、高坂みひろ役を演じます中井静香です。頑張りたいところなんですけど、私実は初めてのミュージカルなんですね。セリフと音楽を、混ぜて、本当に音楽も今素敵なのたくさんいただいてるんですけど、もう何回も何回も聴いて皆さんにいっぱい刺激を受けながら頑張っていきたいなと思ってます。周りの方もですね、本当に歌が上手い方たくさんいますので、ぜひ皆さん最後まで温かい目で見てください。ありがとうございます。会場で皆さんのことをお待ちしております。みひろ役の静香でした。バイバイ。ソアーズミュージックシアター戦慄クロスロードコード C で高坂みひろ役を演じます土橋優奈です。皆さんこんにちは。さあ、もうすぐ戦慄クロスロードの公演が始まります。すごいんですよ。1時間でサッと見れて、しかも面白い、楽しい、泣けちゃうかもしれない、こんな最高のミュージカル見たことないと思います。今回の見どころ、まあ、なんといっても日替わりで P と C とかで役替わりもあるということで、この回を見ても何回見ても楽しんでいただける作品やと思います。共感できるとこできないとこ、いろんなこと含めて楽しいんじゃないかなと思うので、ぜひ皆様お楽しみくださいませ。それでは皆様のご来場を会場でお待ちしております。高坂みひろ役の土橋優奈でした。ありがとうございます。ソアーズミュージックシアター戦慄クロスロードで横澤慎二役をやります、亀山隆也です。ここを頑張りたいというのは、こんな普段優しい顔をしてるんですけども、あんなことやこんなことをええ感じでやろうと思ってますので、そこを頑張って皆さんに届けられたらいいなと思ってます。もう素敵なアーティストの皆さんとか役者さんがええ感じで芝居してますので、ぜひぜひ皆さん会場にお越しください。お待ちしてます。ソワーズミュージックシアター戦慄クロスロードコード C、杉村千夏役を演じます谷山真由です。初めてのミュージカルなのでとても緊張しております。千夏ちゃんのパワーに負けないように、私自身もパワーアップしていけるように頑張りますので、皆様ぜひいらしてください。お待ちしております。以上、谷山真由でした。こんにちは、こんばんは。ソワーズミュージックシアター戦慄クロスロード、小畑博光役の川村勝正です。いや、本当にいい舞台ですね、今回は。もうすごい、本当に青春のような舞台なんですよ。まあ、これはチーム C と E があるので、僕は C なんですけど、 C はもう青春、 E も青春でも違うんですよね。テイストはスパイスもちょっと違います。ぜひ見ていただきたいと思います。みんなの心の中に必ず主人公徳能翔吾であったりとか、僕大畑入ってたりとか、千夏入ってたりします。絶対入ってます。ああ昔あんな人おったなとか、こんな人おったな、ああ僕もこんなんやったな、絶対あると思います。ぜひ見に来てください。大畑博光役、川村勝正でした。